交際とは、瞳孔の周りの色のついた部分。その上を覆う角膜は透明なので見えない。虹彩認識とは、生体認証技法の一つで、個人の目の交際の高解像度の画像に、パターン認識技術を応用して行われる。虹彩認証とも、網膜スキャンとは異なる。虹彩の複雑な模様を画像としているため、角膜からの鏡面反射をなるべく起こさないよう。 かすかな赤外線照明を用いてカメラで撮影する。その画像をデジタルに変換し、数学的処理を施すことで、個人に固有な特徴を抽出する。交際認識の認識力は、メガネやコンタクトレンズをしていても、ほとんど落ちない。ほとんどの個人に適用可能な生体認証技術であり、一度デジタルテンプレートを作成すれば、外傷などを負わない限り、 生涯にわたって利用可能である。交際認識を実現するには、高精細な画像撮影技術と一体たマッチングの技術が必要とされ、ジョン・ジー・ドーグマンがこの分野の基本特許を取得している。それを利用して、韓国の LG 電子が交際認識システムを設計開発し、それが商用化の端緒となった。ドグマンのアルゴリズムは、 商用交際認識システムのほとんどすべてで利用されている。誤認率は極めて低く、実際に道具マンのアルゴリズムで別人の交際を同一と判定した例は知られていない。評価ではマッチング式位置が10から3から10から4とされた。イリスコドの相違認識率は指一本での指紋認証とほぼ同程度とされている。交際認識アルゴリズムでは、 まず画像の中から交際に相当する部分を抜き出す必要がある次に交際部分だけの画像をあるビット列に変換するこのビット列には他の交際画像との統計的に意味のある比較が可能なだけの基本的情報が含まれているこのような写真画像の非可逆な圧縮に数学的手法が使われている道具マンのアルゴリズムでは ガボールフィルタによるウェーブレット変換を使って現状のカメラの解像度を考慮した最善の SN 比を持つ空間周波数範囲を抜き出す。結果として交際画像のローカルな振幅と位相情報を含む複素数群が得られる。道具マンのアルゴリズムではすべての振幅情報が捨てられ結果として得られる2048ビットには交際画像のガボール領域表現の複素数の 符合ビットだけを含んでいる。振幅情報を捨てることで、照明の変化や交際の色の影響をなくし、生体認証情報として長期に安定して利用できるテンプレートとなる。個体識別や個人認証に利用する場合、交際の画像からテンプレートを作成し、データベースに格納されているテンプレートの値と比較する。それらのハミング距離が敷値より小さければ、 一致していると判断される。交際認識の実用上の問題として、交際が意識して目を広げない限り、まぶたやまつげに一部が覆われている点が挙げられる。誤って不一致とされる可能性を減らすためには、まぶたやまつげに覆われている部分を識別して除外し、それ以外の部分だけでテンプレートを作成して、比較するという追加のアルゴリズムが必要となる。交際は、生体認証には、 理想的とされている。それには以下のような理由がある。他の生体認証技術と同様、交際認識でも十分に解決したとは言えない問題がある。それは対象が生きた細胞かどうかの判定である。例えば、市販の交際認識システムは人間の目の高精細画像を使うと簡単に騙すことができる。だから、それをコンタクトレンズに印刷すればよい。 したがって、ドアの鍵の代わりに、交際認識システムだけを設置するのは、セキュリティ上大いに問題がある。このような問題を解決する方法として、以下のような手段が提案されている。ドイツの BSI は2004年の報告書で、対象が生きているかどうか判定できる、商用交際認識システムは存在しないとされていた。実際、上に挙げたような手法では、 登録されている人を認識できない確率が大きくなる。アメリカ海兵隊の軍曹が交際スキャナを使っている様子。ありがとうございます。